とことん入り込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここ、行きたいと思います。壊れたシタデルのデイリーチャレンジですね。変更点が HP75% 減少です。このステージの 75% 減はなかなか厳しいんですけどね。で、装備ですけども、呪いの斧に、無謀英雄。ですね。で、弓は爆縮のクロスボウのダイナモでいきたいと思います。で、アーティファクトは、ブーツ、ドラ、キノコですね。はい、これで行ってみましょう。それでは行きましょうか。一応弓をダイナモを20まで貯めました。これは一応緊急回避用ね。普段は、そう使わないと思うんで。まあ、一応緊急回避用に一応つけてるだけです。いやでも結構使うかもな。危ねえもんなここ。よし、なんでできるだけ危ねえ矢が出てきてほしい。 OKOK ありがてえ、矢がありがてえよ。どっち、ええ、こっちじゃない。え、なんか変な場所にあるな。あー落ちた。あ、そっち側か。なんか全然的外れな場所に行ってましたね。こっち、あ、なんだ、すぐあったじゃん。オッケー、どんどん行きましょう。とにかくポーションバリアを切らさないように。なんか変な場所、変な場所だな。危ねえ危ねえ、ちょっと待って、これよし、なんかこれやだな。どんどん倒さないとポーションバリア使えなくてやられるんだよね。危ねえ危ねえ危ねえ危ないよ。あもう本当に、いや、ちょっとこれ、そのまま行くと危ねえな。ポーションが回復してないんで。で、これなんかね、下に向かうっていうのがね、すごく嫌。あ、ようやく上に行きます。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、ちょっと、おう、よかった。よし。ちょっと今のは緊急回避と、思ってください。危ねえ、危ねえ。よっしゃ。まあ、とりあえずこんな感じで待て、進んでいきますって。浮遊射撃やめろ。いやこれ無理だぞ、これ浮遊射撃無理だって。誰が持ってる浮遊射撃は。いやとてもじゃないけど無理だって。 OK、 ここで戦おう。待って待って、あいつか持ってるの。 OK、 こいつだ。よし OKOK なんとか抜けれた。よし次、途中でやられたのであと1回やられるとおしまいですね。危ね、とにかくやられないように何としてでも進んでいこう。危ねえってもう本当にそういうのやめろよ。よし OK、 早く出て早く。よし OKOK、 よしこれ、無謀と相性悪いよね。敵の出るタイミングがなかなか測れないっていうところが。 OK、 これ相性悪いわ。 OK、 いいんじゃない。でもそれでもやっていく。よっしゃ OK、
進むぞ。ちょっと待って待って待ってよ待ってよ。よし、オッケー、いいね、進めとにかく進め。やばい、ここなんかすげえやばい気がする。ちょっと待って、無理無理、危ねえ、こいつらかなり危険だわ。よし進め、 HP 高いってわけわからんぐらい HP 高い。いや別にね、味方回復がいるとかじゃなしにすっげえ硬い。よし OK。え、どっちだろう、こっちか。おっしゃ、危ねえ危ねえ、 OK 正解。よし OK、 どんどん出てきて。よし OK、やべえ出てこなくなった。あぶねえ、よし OK。 お前もう遠距離から攻撃すんなよな。あぶねえやられる、待て待て待て、あそこ怖いあの奥怖い。よし行け。ああ、ちょっと待って、浮遊射撃だ。ちょっと最悪最悪だ。やり直してきました。今度こそはクリアする、今度こそは OK。 いやしかし本当久しぶりに戦うな。 OK、 何が来る何が来る。あー吸い込みね、ちょっと待って、ちょっと引っかからねえ引っかからねえ、ちょっと怖い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 、危ない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 、キノコ使ってなかった、危ない怖っ、来い来い来い、バカタックルタックルタックルしてきて。いやいや入るんじゃないよ。よし、え、ここだったよね、怖い最近戦ってないからここだよね正解は。 OK 正解だった、タックルしてきて、タックル、危ねえ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 、タックル一撃でやられそうよね。いやいや、あーもったいなかったか、ダイナモ切れた。よし OK、 よし OK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 、 何が来る、吸い込み OK、 引っかかった。いやーちょっと影で影のブリを取ったのちょっと失敗だったか。いや大丈夫ね、ちょっと鋭利持ってるぞこいつ食らったらワンパンでやられそう。よし来い、タックルタックルしてきて、ナイス、よし、わっ、よっしゃー倒しましたね。まあボス自体はそんな強くないので、まあ倒し方が分かればね強くないんで。いやー道中が難しいわ本当に。はい、ということで今日は、75% HP 減少の、クエストに無謀英雄で行ってみました。なかなか厳しかったです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。